えー、市民の皆さん、こんにちは。えー、市長の安部博之です。朝夕、少しは涼しくなったとはいえ、連日の猛暑。身に応えますよね、えー。今回はサングラスをかけた姿で失礼します。実は9月7日、公民館行事や総合防災訓練、神社のお祭り、 などに顔を出していましたが19時頃神社の境内で私の意識が一瞬もうとし倒れ救急車で搬送いただくという事態となりました幸い居合わせた市民の方々のおかげで大事にいただつ病院でも CT 血液検査など 検査の結果も特段の異常は見られず過労と軽い熱中症とのことでしたただ左目の上部を打撲したため顔面が腫れ上がってしまい当面サングラス姿で仕事をこなしていますお許しいただければと思います今回は総合防災訓練についてご報告します なおちょうど9月9日が救急の日8日から14日が救急医療週間でもあり私がお世話になった救急の現場について多摩消防署救命救急救命士の方と私との対談を行いました YouTube でご覧ください 今回の総合防災訓練は9月7日16時、多摩直下を震源とする地震が発生し、多摩市で震度6強を観測したとの想定で実施しました。今回は自主防災組織を中心に地域の連携強化を図るとともに災害発生時の 安否確認避難所でのトイレなどの設営給水拠点の開設訓練や給水タンクによる搬送訓練さらには車での給電ドローンの飛行などの体験訓練なども行いました私が訪れた豊川岡の団地ヒルサイド の集会所では地震の発災で管理組合に入っている各党の皆さんが無事かどうかの安否確認を行い本部に伝達する訓練を行っていましたこの管理組合ではそれぞれの世帯に無事です というマグネットシールが配布されておりこれをドアに掲示するという方法で取り組まれていましたもちろん多摩市の無事ですゴミ袋をドアノブ等に結びつける方法も OK とのことでした自主防災組織の皆さんの連携の良さには驚きました聞けば「阪神・ 淡路大震災の頃から自主的に取り組まれてきたとのこと誰もが関わり無理せずやれる範囲で楽しみながら取り組んでいることが継続できる秘訣なのかなと話を伺いながら感じました次に訪れたのは豊川岡老人福祉館 ここでは市役所の職員が福祉的避難所の設営訓練を行っていました。被災者の役を演じるのも職員です。認知症を患っている高齢者、携帯用酸素ボンベを手放せない被災者、鉄道やバスが動かず自宅に帰れなくなった帰宅困難者など、 多様な役を演じています。受付を任された職員たちが、避難所を訪れる被災者に、それぞれの状況を聞き、把握。場合によって、医療従事者、ケースワーカーなど、必要な専門職につないでいきます。ここ数年のうちに入庁した職員にとっては、 貴重なな体験ととったと思います次にお邪魔したのは多摩長山中学校地域の自主防災組織の方々が中学校の防災倉庫を開けガソリンによる発電機の操作組み立て式トイレの設置食料の確認などを行っていました。 また、長山地域に居住する外国人に対する避難所体験、避難所体験なども行われました。日本語に慣れていない方への説明として、優しい日本語による説明。指差しボードを使った相互コミュニケーションなど、いろいろな訓練も行われました。 多摩市国際交流センターの竹内事務局長らに同行いただきました。いつもありがとうございます。次に今回のメイン会場となった北諏訪小学校へ多摩消防署、消防団、自衛隊の皆さんがそれぞれの車両を持ち込み、 乗車体験を行っていただきましたまた協定を交わしているトヨタモビリティ東京および SD 多摩ホールディングスによるプリウスなど電動車両を用いた照明機器やスマホなどへの給電訓練も行われましたドローンについても市内の協定締結企業である プラネットワークによるデモンストレーションが行われました地震などの災害時に市内の状況を把握し家屋の倒壊や孤立している被災者を見つけ救出活動につなげる訓練も行われましたさらにマンホールトイレの設置訓練と消防団の協力による マンホールトイレにたまった汚物を下水道管に放流するホースを連結した訓練も行われました私は今回の総合防災訓練の一部のみ視察しましたが市内15カ所でそれぞれ訓練が行われ消防団各分団や女性消防団員 民生委員のほか国士館大学多摩大学多摩大学附属ひじりが丘高校東京都獣医師会南多摩支部東京都水道局多摩給水管理事務所などの皆さんにもご協力いただきました改めて感謝申し上げますいつ災害が起こるかわかりません これからもこのような訓練を市内の各地域で実施していきますので、ご協力よろしくお願いいたします。それにしてもご参加いただいた皆さん、申しの中お疲れ様でした。次回は10月9日配信予定です。では。